はいどうも、たけるです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。最近ツイッターが色々と騒がれておりますね。1日の読み込み件数に制限があったり、長文ツイートができるようになったりと、かなり変化があってね、賛否両論分かれております。そんな中ですね、なんとインスタグラムを運営するメタ社から、新しい SNS アプリが登場しました。それがスレッズというアプリです。タイミング的に本当に狙って出したんじゃないかっていうぐらいね、すごくタイムリーな感じなんですけども、今回はその新しいアプリスレッズがどんなアプリなのか、そしてどのような使い方をするのかといったことを今回分かりやすく解説していこうと思います。スレッズ触ってみたいけどどんなんか分かんないと思ってる方はぜひ今回の動画参考にしていってください。ちなみに僕もね、スレッズ始めたんでぜひフォローお願いします。それでは見ていきましょう。はい、というわけでリリースされたばっかりのスレッズ見ていきましょう。これね、スレッド、THREAD の後に S がついてスレッズって読むらしいです。まあ、スレッドっていう方もいるんですけどね、綴りも難しいですね。覚えるのに時間がかかりそうです。最初に注意点ですが、今回のスレッズはインスタアカウントを持っていないと始めることができません。インスタアカウントと連携することで使うことができます。さて、じゃあアプリ起動しましょう。するとこんな画面が出てきます。めっちゃおしゃれですね。こんな感じで起動すると iPhone でログインしているインスタアカウントが出てきます。複数アカウントを持っている方は、このね、アカウントを切り替えるっていうところから切り替えることができます。現状複数アカウントを同時に使うことはできないようでして、その都度ログアウトするような仕様になっています。とはいえね、インスタアカウントを持っていれば面倒な作業はほとんど必要なくて、超簡単にスレッズを始めることができます。最初にアカウントをタップしてプロフィールを作っていきましょう。名前、自己紹介、リンクなどがここで決められるんですけども、わざわざ入力するのが面倒だっていう方もいると思います。で、このスレッズのすごいところが、なんと、インスタのプロフィールをそのまま持ってくることができちゃうんです。それが、この、インスタグラムからインポートっていうところです。ここを押すと、アイコンも自己紹介もリンクも全部一瞬で入力できちゃいました。ボタン一つでインスタに載せているプロフィールをそのまま持ってくることができちゃうんですね。やはりこれが連携の強みです。写真もわざわざね、ライブラリから選ぶ手間がなくなるので超楽々です。そしてできたら次へ進みましょう。ここで公開するか非公開にするかを選べます。もちろん鍵アカにもちゃんとできますね。ただ、16歳以下の方は自動的に鍵アカウント、非公開アカウントになるような仕組みになっているようです。安心ですね。ではこれで次へ進みましょう。ここでフォローしたい人を選ぶ画面に移ります。実際にインスタでフォローしている人たちが出てきまして、ここでフォローするかどうか選ぶことができます。そしてまだスレッズを始めていない人が、始めた時にフォロー申請を送れるような仕組みにもなっています。なので、インスタの友達と繋がれるツイッターってイメージが強いですね。こんな感じで、もう一括で全てフォローすることもできちゃいます。はい。これで参加するを押せば、アカウント開設完了です。超簡単ですね。じゃあ、使い方見ていきましょう。僕のアカウントこれですね。プロフィールやアイコンなども一般的な SNS と同じような配置で非常に馴染み深い感じです。すぐ慣れそうですね。この右上のインスタマーク、インスタアイコンのマークから、インスタに飛ぶこともできます。さすが、すごく便利です。で、スレッドと返信に関しては別々でちゃんと見ることもできます。この辺もね、ツイッターに似てますね。で、下のタブを見てみると、左から、ホーム、検索、投稿ボタン、通知アクティビティ、そしてプロフィールと、これもインスタに似た配置になっています。それぞれ見ていきましょう。まず一番左端のホームですね。ホームでユーザーの投稿を見ることができます。ツイッターでいうタイムラインみたいなもんですね。とはいえ、タイムラインに表示されるのは、フォローしているユーザーだけじゃなくて、フォローしていないユーザーもね、多く表示されます。現状はその区別ですね。フォロワーの人だけの表示をしたいっていうことは、現段階ではできません。ちなみにフォローしていないユーザーの場合は、このアイコンの右下にプラスマークがついているので、ここをタップすればフォローすることもできちゃいます。使いやすいですね。写真や動画もね、表示されてまして、動画に関しては自動再生にも対応しています。URL にもこんな感じのプレビューがついていたりとかなり見やすいですね。そしてそれらの投稿にいいねをしたり、コメントをしたり、シェアしたりすることができます。インスタと同じですね。さらに、この真ん中の矢印、再投稿という機能もあって、Twitter でいうリツイートみたいな機能も備わっています。インスタはそれがなかったのでね、可能性がすごい広がるなと思います。で、このシェアするボタンを押すと、インスタのストーリーに上げることもできるし、様々な共有の仕方があります。そしてこの検索なんですけども、現状は、なんと、ハッシュタグ検索とか投稿の検索はできません。現状はアカウントの検索のみができる状態になっています。いずれは、おそらく、ハッシュタグや投稿の検索にも対応していくんじゃないかとは思うんですけども、まだリリースされたばかりなんでね、仕方ないかとは思います。今後のアップデートに期待です。そして投稿なんですけども、投稿できる内容はテキストが500文字以内、写真が10枚まで、動画が5分までといった感じになっています。インスタの要素を引き継いでる感じがありますね。テキストは500字まで。で、これテキストなんですけどね、ちょっと癖があって、開業を2回しようと思うと、こんな感じで次のスレッドに行っちゃうんですよね。なんで2行以上の開業がちょっとなかなかね、難しいといった感じになっています。
で、動画とか載せたい場合は、このね、添付マーク、ここを押してあげれば、写真とか動画をね、選ぶことができます。で、このすべての人が返信できますというところを押すと、公開範囲ですね。投稿の公開範囲を決めることもできちゃいます。すごいいいですね。そして次、アクティビティ。ここですね。アクティビティ、ハートを押すと、こんな感じで通知が表示されます。どんな返信があったか、誰にいいねされましたとか、メンションとかそういったものが表示されます。で、これのすごいところが、すべてとか、返信だけとか、メンションだけとか、認証済みとか、そんな感じで、フィルターをかけてみることができるのがとても便利です。この辺はインスタから引き継がれている要素ですね。とても使いやすいです。さて、こんな感じでスレッズ見てきましたが、ツイッターとの違いなんですけども、まず見てもらったらわかるように、フォロー数が表示されません。フォロワー数は表示されるんですけど、フォロー数が表示されない仕組みになっています。インスタグラマーさんとかだったら、やっぱりフォロー数を気にしてあまりフォローしなかったり、といったことがあると思うんですけども、何人フォローしていても、その数は他人に見られることがありません。なんで気にせずフォローすることができるんで、とても使いやすいかなと思います。そしてさっきもお話しした通り、インスタに直接飛ぶことができるのも大きいです。誰かが自分のプロフィールページを見てくれた時に、即インスタに飛んでもらうことができちゃいます。これもツイッターにはない機能。そして、ハッシュタグには対応していないところですね。これは現状なんで今後アップデートで対応する可能性もあります。とにかく現状かなり盛り上がってる SNS です。本当にツイッターっぽい感じで使えちゃういい感じの SNS だなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本当にね、ツイッターから乗り換える方もいるんじゃないかなと思います。機能的にもかなり似てるし、個人的にもね、すごく余分な機能がなくていいなと思いました。そして何よりインスタの友達とかフォロワーさんとね、テキストベースで交流できたりするのがスレッズの強みですね。さらにストーリーよりも密接に交流できるってイメージがありますね。ストーリーだと DM で返信するって形になるんですけど、スレッズならツイッターみたいにコメント型なので気軽に送れるかなと思います。まだまだユーザー数で言うとツイッターの方が強いですけども、スレッズは結構な勢いでね、ユーザー数が爆増しております。ツイッターね、最近いろんな変更があってついていけないよとかね、ちょっと飽きてきたなって方は、ぜひね、スレッズ試してみてください。これからスレッズもね、アップデートが重なっていって、いろいろできることが増えてくるかと思います。楽しみですね。以前にクラブハウスっていう音声 SNS アプリが流行ったんですけども、最近ちょっと勢いが落ちてるなって感じがします。なんでね、スレッズはね、勢いを落とさずにぐん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 上がっていってくれたらいいなと思います。僕もスレッズは、ツイッターのような使い方ができたらなと思っておりまして、撮影の裏側だったり、プライベートだったり、デジタル系の情報だったり、その他セール情報とかね、有益な情報も発信できればと思っております。ぜひ気になる方は概要欄のリンクからね、フォローしてもらえたら嬉しいです。そして気軽にコメントとかも送ってください。このチャンネルでは iPhone の便利機能や裏技、ガジェットレビューなど情報を発信していますので、気になる方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。インスタ、TikTok とかもやってるんで、ぜひね、概要欄から見てみてください。そしてスレッズに対するあなたの感想もコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。